金を増やしてんのさ。うっぜえな、人を無職みたいに言いやがって。無職だろ。はい、多少色もつけよう。さすが教祖様、太っ腹だね。教祖じゃねえよ。あ？マジか。星と共に落ちるのならばやむなし。相手は五条家のボンだぞ。まずはバカどもを使って削る。てめえこそ仕事しろよ。下はボケ。ああそうだ、めぐみは元気か。私綺麗。ああそうだな、ここはあえて趣味。そういう、これで賞金に釣られるのがバカからまともなバカになる。いいのか、星翔隊がやる。五条悟がいるんだぞ。あいつが近くにいる限り星翔隊はまず殺せない。お前もか。どうかな。2度目にして見事刺しに。とりあえずバカどもには賞金がかかっている。残り47時間。おい、ちょっと待て。いや、なんでもない。時間制限を設けたのは良かったな。呪詛師の圧。先頭2番山崎コール。蒸発式に風が解けた。その辺の匿名掲示板じゃねえんだぞ。電波が悪い。おい、向こうに入ったんでな。今は伏黒だ。いいぜ、その話受けてやる。